ダストボックスのお手入れは6ヶ月に1回を目安に行ってください。ダストボックスの形状は機種により異なりますが、お手入れ時期の目安やお手入れ方法は共通です。ダストボックスの両端のつまみを持ち、灰色のブラシ押さえを手前に開いて掃除ブラシを外します。ダストボックスにたまったホコリを捨ててください。掃除ブラシやダストボックスの汚れが気になるときは水洗いを行ってください。洗った後は風通しの良い日陰で十分に乾かします。タオルなどで水分を拭き取ってから乾かしていただくと乾きが早くなります。乾かした後は外した時と逆の手順で掃除ブラシをダストボックスに取り付けてからブラシ押さえを閉じてエアコン本体に取り付けます。お手入れ後は電源プラグを差し込み、積算運転時間のリセット操作を忘れずに行ってください。リセットの方法はエアコン本体のお掃除リセットボタンを押していただくと本体からピピッという音がして積算運転時間がリセットされます。積算時間をリセットしました。ダストボックスのお手入れありがとう。リセット操作後はオープンパネルをきっちり閉じてください。